皆様こんにちは、りょうこでございます。さあ今日なんですけれどもね、いつものようにネイルケアご覧いただくんですけれども、今日ねちょっと最近のネイルサロン事情っていうんでしょうかね、なんかを少しお話ししたいと思いますので、画像はネイルケアで進んでますので、もしなんか私の声いらないですっていう方いたら、ちょっと音源をね消していただいて、画面だけ見てくださったらいいのかなっていうふうに思っておりますので、ちょっとね画面と内容が違いますのでね。さあ3年ぶりにねこうやってお客様にお目にかかることができたんですけれども、最近ね少し間が空いてた方が訪れてくださっているんですね。でまあまだまだちょっとね東京都も感染の人数なんかはありますけれども、少し世の中が変わってきたかなっていうふうに私も感じております。でですね、お客様の場合はなんですけれども、公共機関、電車ですね、電車に乗るのがねちょっと嫌だなっていうふうに思ってらした期間があるっておっしゃってたんですね。でそういう方ね結構いらっしゃいますよね。なのでまあ今は何も宣言が出ていないので出かけられるんだけれども、まあちょっと特にネイルっていうのはそれがないとどうしても困るっていう部分ではないので、なかなかねっていうところがちょっとあるとは思うんですね。なんだけれどもそういう方がですね、電車に乗って、戻っていらしたことっていうのがすごく嬉しいですね。お目にかかれたっていうのがまず何より嬉しいですね。で当時のネイルサロン、2年半前とか3年くらい前のね、感染症の前の状況からどういうふうに変わったのかっていうとですね、まず当然ネイルテーブルにパーテーションが設置しております。それから消毒に関してはもういつもずっとこうエタノールというねもので消毒するっていうのがもう当たり前になっているので、これはねほぼ変わらないんですね。そしてご予約の間をですねちょっと開けて換気をするとか、ドアノブを消毒するとか、エレベーターのボタンを消毒するとか、そういう消毒のことが入りましたので、たくさんのお客様をこうお受けするっていうことがなかなかできなかったっていうのは一つございました。ただ私自身が今まあちょっと、年齢もね重ねておりますのでって濁してもしょうがないのでね、つい先日私65歳になりまして、前期高齢者でございます。はい、なんか高齢者っていう風になるとねちょっとねうってなりますけれどもね、まあそういうのもございます、年齢もございましてね、今少し日にちをもともと減らしているんですね。なので今週に2日だけ、水曜日と土曜日だけサロンでお客様をさせていただいてますので、もし私でいいですっておっしゃる方がいらっしゃいました、少し早めにご予約を入れてくださるとありがたく存じます。ブログにね、予約状況っていうのがいつもこう出してるんですけれども、そこをご覧いただくとね、丸月丸日、私が出てる時は涼子何時丸っていう風にこう出てるんですけれども、それをご覧いただいて、なるべく先まで出すようにはしてるんですけれども、それをご覧いただいて、でもしくはなんかダメみたいになってるんだけれどもっていう時でもね、ちょっとご連絡いただければ LINE かメールですね、
それもブログの方に出てますのでね、ご連絡いただければ調節することは可能ですので、よかったらぜひね、ネイルケア、手も足もね、もちろんジェルネイルのワンカラーでよければさせていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。さあさあ、そして、当時のご予約の状況なんですけれどもね、事態宣言が何度か出ましたよね。でね、私のお店は2回ほど休店してます。で、東京都はですね、人数もね多いですし、その保証なんかもね結構手厚くしてくださっていたと思うんですけれども、でもまあなかなか飲食店ほどではなく、こういう美容サービス業なかなかね、保証もしてくださいましたけれども、なかなか厳しいところがございまして、でお休みするっていうのは強制ではないので、お休みしないでまん延防止に気をつけながら運営するっていうことができるので、そういうふうにされてたお店がほとんどだったんではないかなっていうふうに思うんですね。で、私のところはその2回ほどお休みいたしましたけれども、お客様はですね、例えばジェルネイルをずっとされていた方もですね、その時の状況っていうのは、いつ事態宣言が出るかもわからないっていうような状況でしたよね。で、ジェルネイルはなかなか自分で除去することができないから、なんとなくパンデミックの始まりのあたりに一度ジェルをオフして、この今ご覧いただいているネイルケアだけ、もしくはカラーを塗られるっていう風にスイッチしてくださった方がいらっしゃいました。なので、ついてるんだけれども、取りたいんだけどお店やってないじゃないっていう状況にはならなかったと思います。そしてまた個別で LINE なんかでその連絡し合うっていうのがね、できるような状況なので、ちょっとこう様子をねお伝えしながらっていうのがございました。それからあとはね、顧客様に関してはもう毎月いらしてくださってる方の頻度っていうのはほとんど変わらなかったんですね。だから顧客様に支えていただいて本当に今成り立ってるっていう状況でございます。なので本当に本当に感謝しております。で、ご新規の方ですね、こういうチャンネルやってますのでね、 YouTube のこのチャンネルを見てネイルケアやってもらいたいなっていうふうにご予約いただくご新規の方って実は結構たくさんいらっしゃいましてね、そういう方たちのご予約はやはりなかなか入りにくかったような状況ですね。そしてペディキュアに関しては、私のところは冬も夏も変わらずこのお手入れをするっていうのがする方が多いから、夏お出かけしないからやらないとか、なんかそういう感じの顧客様ではないんですよね。なんか冬でも夏でもお手入れをするっていうことに変化はなかったので、なんか続けて本当にいらしてくださいましたね。そして今年はですね、宣言がない夏でしたよね。なのでご旅行行かれた方なんかもう本当に多かったと思いますし、遅い夏休みを取られて今からっていう方もねいらっしゃいますよね。なのでね、ペディキュアにカラーを塗ることが今年は7月8月がやはりすごく多かった
ように思いますね。なんか楽しかったですね。なんかこういろんな色を塗ってどこに行かれるんですかみたいな会話ができるっていうのはね。だって2年前と1年前、そういう会話ができないですもんね。やっぱり全てがなんかね、人数増えちゃって怖いわねとか、消毒で手荒れんのよねみたいな会話っていうのがやっぱり多くなりますよね。それが、どこどこ行くのみたいなね、あの会話ができるっていうのがやっぱりこう楽しい、気分が上がりますよね。お客様はもちろん上がるけれども、させていただく私も上がるんですよね。やっぱりね、楽しいお話っていうのはもう本当にウキウキしますよね。なんかね、聞いててもね。なので今ですね、少し間が空いてたお客様とか、それから生徒さんとかね、それから旧スタッフ、ちょっと顔出ししてくれるとか、そういうのがね、またちょっと増えてきてるので、もしかしてこれでちょっとあのお客様のご予約なかなか取りづらいみたいになったら、週2日じゃなくてもう1日ちょっと出るみたいなことも考えてみようかなっていうふうには思っておりますけれどもね。なんかね、まず人々が明るいっていうのがいいですよね。外見ててね、出ててね。なのであのしばらくネイルされてない、もしくはセルフネイルに移行されてる方も多いと思うんですけれどもね、あのよかったらぜひぜひネイルサロン、あの近くにもあるはずでございますので、わざわざ遠くじゃなくてもいいと思うんですね。なのでぜひぜひとにかくご利用くださるとありがたいなっていうふうに思っております。あの私もね、ちょっと気分転換で、2年半の間に外食1回もしてないんですけれどもね、私はね、してないんですけど、温泉に2回ほど行きましたね。あのお風呂がお部屋にあって、食事もお部屋でできるっていう、完全もう外に出ない状態のところですね。そういうところに行ってちょっとこう気分を上げてみたいなことをやっておりましたけれどもね。さあさあ、お客様のね、お爪が綺麗になってまいりましたよ。今仕上げのオイルですね。これね、桃の香りですごくいいんですよね、香りがね。ターミーテイラーのピーチオイルって言いますね。さあ、ビフォーアフターいかがでしょうか。親指結構変わったと思いますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様健やかでありますように。またお目にかかれますこと楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。